こんばんは。今日は大堀さんに練習場に来てもらいました。インスタグラム見てたら、はい、なんか面白いこと始めたなと思って最近、はい、後ろから動画撮っても肘が最初に出てくる。こういう感じ、肘から出てくる。あ、そう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 。で、どんだけ伸ばしてって言ってもなんか治んない、うん、続きましてアプローチ編、はいはい、これですね。中途半端な距離のアプローチは結構こう迷いが多い、うんうん、結構私よく聞くお悩みで、はい、30ヤードとか40ヤード、50ヤード、60ヤードってこうなんとなく中途半端な距離がうまくいかないんですよねっていう方が割と多くて、うん、で、まあ、じゃあちょっと打ってみてくださいなんて言うと結構こうなってたりとかそれめちゃみたいななんかすごい大きいのに急にちっちゃくなっちゃうとかまあ他逆もいますよね。なんかモノマネ選手権とか出たらなんか優勝しそうな。なので、ね、面白い、はい、いるんですよ。まあ、よくあの、はい、お悩みの中でそういう方がいて、大きくて小さい、小さくて大きい。そう、うん、そう。で、なんでだろうなと思ったら、なんか多分結構アバウトでその辺の距離感を調整してる方が割と多くて。アプローチこそもうはっきり言って自分でこう距離感を使っていかなきゃいけないのでクラブの遠心力もなかなか頼れないし、うんうん、まあ、クラブの運動量も少ないからしっかりこう自分で振り幅をあの把握しないとボールにコンタクトできないし距離もその距離を打てないから、まず一番大事なポイントは自分の中で例えば30ヤードなら時計でまあ6時がゴールだとしたら5時、7時とか4時、8時、9時、3時っていう1対1の振り幅をしっかり自分は30ヤードは何時何時かこれ大事なのは1対1なんです、うん、1対1必ず6時のゴールに対して1対1の振り幅で距離を作っていってください、うんうん、2対1とか1対2だと、うん、これはなぜダメかっていうとクラブの最下点クラブがこう振り込んでする最下点が安定しないんですよ、うんうん、で1対1にすることによって自然と体の中心にクラブの最下点が戻りやすくなる、だからインパクトに意識をとらわれなくてもちゃんと当たる状態になるから必ず自分の中心ボールの6時の地点に対して1対1で振れば体の真ん中でクラブの最下点を迎えることができるのでそれがもう大事なポイントになってきます、はい、でそこでじゃあ振り幅 あの時計の時間って何で示すのって言ったらズバリ腕です。クラブのヘッドじゃないです。ヘッドじゃないです。腕の振り幅で1対1なこの腕の振り幅をしっかり振り切ってください、うん、例えば私だったら30ヤードだったらそうだな8時4時くらい8時4時はい この時に当てようとか全く考えてないです。当てようとか全く考えずに考えてない。振り切る時計のお時間を8時4時まで振り切る腕の振り幅で振り切ることをしっかり意識することで、ちゃんと1対1で振れば必ずボールを真ん中に置いて最下点にクラブが戻ってくるから、うんうん、絶対失敗しないので、うんうん、振り切るように意識をしてください。で9時3時だとまあそこのぐらいだろう。ハーフショット9時3時だと50ヤードぐらいかなっていう、うん、腕が9時3時なんだよね。腕です。クラブで考えるから結構そうです。ここじゃないです。ここは結果。なるほどね、うん、そうです。確かにクラブで考えることの方が多いかも。そうクラブの9時3時とかって結構難しいなって思う、はいはい、難しいです。これはクラブの9時3時だと手首とか肘関節の、うん、その時によってのじゃそう結構違うくなっちゃう、ね、うん、そう関節っていうのはそのすごく器用に動くから自分のこう動きをいつも同じように一定にさせるとなかなか難しいので、うんうん、クラブヘッドが直接動けやすい関節の動きに
とらわれず、もう腕、その時ヘッドどこでもいい、分からないです、自分でも把握して、ヘッドの位置は正直。腕の振り幅は自分の距離感としてしっかり意識するように練習するといいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと基本なんだけど、いや基本だけどなんかあって思った。意外と、うん、なんとなくで打ってることなの。なんとなく、そうなんです、そうなんです。はい、やってみます。はい、頑張ってください。